寒い。それにしても寒い。で、エアルクレーネでどうしようってんだ？エネルギー体で構成されたエアル変換器を作るの。変換器？エアルを効率よく物質化することで総量を減らすのが狙いなんだけど、そのためには変換器自体がエアルと物質の両方に近いエネルギーなのが理想なの。そのエネルギーってエアルとどう違うのじゃ？属性分化したエアルは段階的に物質に移行して安定する。その途中の段階で固定して、それで変換器術式を構築しようってわけ。エアルでも物質でもないってこと？エアルより物質に近い、でも物質にはなってない状態。あたしらはマナって呼んでる。マナ。寒い海のいさり火よりも荘厳な雰囲気が短い言葉の中から今にも溢れてくるのを感じるのじゃ。いや、まあ本当はもっと長ったらしい名前なんだけど。ただ安定してるって言っても物質よりは不安定だから核になるものが必要なの。そこでアパティアか。それと十分なエアルとそれの術式を組み替えるエステルの力。私が抑制術式なしで力を使うとエアルが乱れ溢れ出してしまうけど。けど何もしないであいつをほっとくなんてできない。それにこういう賭けは嫌いじゃない。私は立場上止めるべきなんだけど、私も乗ってみたくなったわ、この賭けに。うちはその賭けに10億ガルド乗るのじゃ。大丈夫よ、理論に間違いはないんだから。その10億何百倍にもして返してやるわ。おお、本当なのか？ええ、さあエアルクレーネに行こう。